今日の NBA で活躍する選手の中には世界的な知名度と栄光をつかむ遥か前、高校時代に同じユニフォームをまとって共にプレーした者がいます。後に NBA 選手となる彼らはチームメイトとしてタッグを組む中で他を凌駕する歴史的な活躍を遂げていたんです。ではそんな伝説的な高校キャリアを送った最高級の NBA タッグとは誰なんでしょうか。そして彼らは一体どれほど目覚ましいパフォーマンスを遂げていたんでしょうか。皆さんこんにちは、エースです。今日は高校時代に驚異的な活躍を残した NBA 選手タッグを5組取り上げて詳しく紹介していきます。エース NBA チャンネルではこのようなバスケ好きや NBA 好きにはたまらないコンテンツを配信していきます。この動画では合計2500いいねを目指したいので、少しでも良いと思った方はぜひ高評価をお願いします。では参りましょう。 Let's do this。 2009年のフィンリープレップ高校は歴代でもトップクラスの才能を集結させたロスターを誇りました。チーム1のスターで最高学年のエイブリー・ブラッドリーは ESPN のランキングにより全米1位の高校生とされていたことに加え、2011年 NBA ドラフトで第4位指名を受けることになる当時3年生のトリスタン・トンプソンも全米トップ5選手としてチームで名を確立させていたんです。そんな規格外のタッグを保有する彼らは次々と対戦相手を沈めていき、なんと46点の平均得点数差を持ってその年33勝0敗の完璧なシーズンを送ります。さらに実はブラッドリーとトンプソン以外にもこの年のチームには将来 NBA 入りを果たす全米トップ10選手のコーリー・ジョセフも在籍していて、ジョセフとブラッドリーのバックコートにインサイドで猛威を振るうトンプソンを掛け合わせたフィンリープレップはそれまで長くにわたり全米最強の高校とされてきたオークヒルアカデミーでさえ軽々と撃破してしまうんです。特にエイブリーのリーダーシップはすごかったね。トリスタンと彼のデュオの破壊力は凄まじかったし、あれほど滑らかかつ圧倒的に相手を打ち砕けたチームはあれが最初で最後だよ、とジョセフは話します。トンプソン、ブラッドリーとジョセフはその後皆テキサス大学に進学し、そのまま NBA でも長く優秀なキャリアを送ることとなります。カリフォルニア州のマーチン・ルーサー・キング高校でタッグを結成したレナードとスネルは高校バスケを代表するツーウェイスターコンビとして活躍していきます。高校生ながら長い手足を持つ身長2メートル超えのフォワードの2人は相手スコアラーを完全に封じ込めるだけの能力を持ち、その強靭すぎるディフェンシブデュオをもとに彼らのチームは全米トップのディフェンシブレーティングを叩き出すんです。当時の2人のプレーを間近で見ていたヘッドコーチによると、普段20から30得点を平均する全国的なスター選手でも彼らの前では2桁得点も達成できないこともしょっちゅうあったといいます。高校レベルだとほとんどの選手が点取り屋になりたいし、オフェンスだけに集中してスキルを磨くプロスペクトも多いんだ。ただそんな中でも彼らはプライドを持ってディフェンスをプレーしていて、練習でも日々努力を欠かさずにトレーニングを積んでいた。毎試合相手のスターが点を取るのに苦労して面食らうのを見るのが楽しみだったね、と彼は振り返っています。また2人はディフェンスだけでなくオフェンスサイドでもお互い22得点と10リバウンドあたりのスタッツを残す十分すぎる活躍を遂げており、特にレナードに関してはなんとその年強豪ひしめくカリフォルニア州のミスターバスケットボールにも任命されているんです。そんな黙々とプレーをこなすレナードとスネルは NBA でも磨かれたディフェンススキルを生かして充実したキャリアを歩むことができています。高校2年生までメリーランドのナショナルクリスチャンアカデミーで活躍し、一気に全米屈指のスコアラーとして名乗りを上げたケビン・デュラントは高校3年のシーズン、幼少からの友人であるタイ・ローソンとプレーするためにかの有名なオークヒルアカデミーへと転校します。二人はもともと地元メリーランド周辺のキャンプで知り合い意気投合をし、夏の期間よくコートを共にしていたんです。そして高校スターに成長した彼らは互いに全米トップ10選手となっており、熟練された2人の連携を止められるものはなかなかいませんでした。
NBA 基準でも常人離れした身体能力を誇るローソンは電光石火のスピードでコートを駆け巡り、ありとあらゆるディフェンスをかき乱し崩壊させていくんです。それに完成されたチート級の得点力を備えるデュラントが合わされば、高校トップクラスのオフェンスが出来上がることは明白でしょう。実際彼らがタッグを組んだ2005年のオークヒルは歴代最高クラスのオフェンス力を持ち、その力はプロ選手相手にも通用するとスカウトは噂しました。そんなチームを率いるデュラントとローソンは当然ともにマクドナルド・オールアメリカンに任命され、大学キャリアを経た後に NBA 入りを果たすこととなります。各ドラフトクラスを代表する5つ星リクルートとしてモントバーデアカデミーで力を結集させたのがベン・シモンズとディアンジェロ・ラッセルです。3年生のラッセルがチームを引っ張り始めているところに、2年生のシモンズがオーストラリアから転校してくるという形でチームメイトとなった彼らはすぐさま共鳴し、互いにプレーメイクを担える能力幅の広い選手としてチーム力を大きく増していきます。どちらか一方を防いでももう片方が主体となってチームを勝たせてしまうというこのコンビを止めるのは至難の業で、彼らが率いたモントバーデアカデミーはなんと45勝2敗の記録を残すとともに2年連続の全国制覇を成し遂げていきます。あの二人のコート上での相性は特に良かった。二人ともお互いを活かせるスキルとマインドセットを持っていたから、オフェンスが停滞してしまうこともなかったし、常に多彩なプレーを展開することができた。性格は真反対の二人だが、とても面白いタッグだったよ、と二人を指導したコーチは話しています。彼らはその後もスーパースター選手としてそれぞれの代で躍進を続けていき、ラッセルは2015年ドラフトで全体第2位指名、シモンズは2016年ドラフトで第1位指名を受けて NBA キャリアをスタートさせています。カイリー・アービングとマイケル・キッド・ギルクリストの高校時代のタッグは有名なものです。モントクレア・キンバーリー・アカデミーで超人的な活躍を遂げていたアービングは、3年のシーズンが始まるタイミングでより高いレベルの環境を求めてキッド・ギルクリストらが属するニュージャージー州の名門パトリック高校へと転校するのですが、その初めてのチーム練習の場で彼は新たなチームメイトに自身の実力を認めてもらうために、いきなり当時全米で3本の指に入ると言われていたキッド・ギルクリストとワンオンワンの勝負を繰り広げるんです。そうして見事マイケルを打ち負かしたカイリーはチームのリスペクトを得ることに成功し、そのままコート上で親交を深めていった二人は全米から一目置かれるタッグとして輝かしい活躍を残していくこととなります。超高校級のハンドリングと得点力を武器とするアービングがチームのオフェンスを牽引する中、全国最高のディフェンダーと評価されるキッド・ギルクリストがディフェンスの要となるスタイルで成長していったセント・パトリックのチームはすぐさまユニオン・カウンティ大会、州大会の王者となるんです。特に自身をしのいでミスターバスケットボール USA に任命されたキッド・ギルクリストのディフェンス能力をアービングは高く評価しており、二人はよくチーム練習の後に何時間もワンオンワンをしていたと言います。彼のおかげで僕のオフェンス力にさらなる磨きがかかったのかもしれないとカイリーはそのことについて話しています。そんなアービングは2011年 NBA ドラフトで第1位指名、キッド・ギルキリストは2012年ドラフトで第2位指名を受けてそれぞれ NBA 入りを果たすこととなるんです。これらの選手の高校キャリアについてどう思いますか？これ以外にはどのようなタッグが思いつきますか？ぜひコメント欄に感想や意見をお願いします。動画を楽しんでいただけたのなら高評価、そしてもっと見たいと思った方はチャンネル登録をお願いします。では次の動画でお会いしましょう。エースでした。また。